無差別級のベルトが離れます。この試合の後にどっちの腰にこのベルトは巻かれているんでしょうか。もう両国まで2ヶ月とちょっとというこのギリギリの部分で、はい、日にちでこのタイトルマッチ、今ゴング左ロックアップですね。そうですね。井口選手正面から首に、はい、まあ井口選手ですけども、まあ、先ほど発表されましたあの挑戦者決定トーナメント、はい、まあ、そこに名前入ってるんですね。そうなんですよ。ということはこれが両国の目に立てるかどうかのラストチャンスということですね。事実で井口はそういう選択をしたということですね。はい、まあ当然でしょうね。今日のこのタイミングで挑戦をするということは、はい、まさかあの16人にエントリーするわけにはいかないですよね。そうですね。ですから対戦の陣を敷くわけですね。はい、あの昨年の両国大会メインを張山翔平選手、原島選手を破って、メインを締めましたけども、はい、その直後から、次回の、1年後の両国大会のメインに立つのは僕ですと、はい、宣言しておりました。あまりね、そういうリング上での欲を積極的に見せるタイプではないんですよね、井口浩太という男は。そのイブシコータが1年前の時点で1年後の両国大会はもう一度自分がメインに立ちますというのを宣言したわけですね。それが果たして実現するかどうかがもうこの試合にかかっていると。いやでもね、はい、おそらくそう簡単にはいかないだろうと思っていまして、はい、井口がどんなに天然っぽくそういうことを宣言したとしても、はい、でもその前に立ち上がっているのが、はい、大日本プロレスの関本大輔だとは夢にも思いませんでした。ね、去年の8月の時点で井口選手全くその想像もしてなかったでしょうね。多分 DDT の誰しもが想像していなかったでしょう。はい、もう本当にね、もう最大級の壁がよりによって両国の前に立ちはだかってしまったシチュエーションですよね。そうですね。まあ、あの元を正せば石川修司、ユニオンプロレスの石川修司と、はい、関本大輔のごくごく個人的な、はい、まあ、構想ですよね。そうですね。昨年の大晦日、プロレスサミットの名イベントで、関本選手が石川選手に敗れた、はい、この結果がなんとここまでつながってしまった。そうですね。で当時、D の無差別級チャンピオンだった石川修司が、はい、まあ、チャンピオン権限として、はい、当初はノンタイトルであった石川修司と関本大輔のシングルマッチを、はい、王者権限でタイトルマッチにしてしまったんですよね。やるんであればチャンピオンベルトをかけてやろうということでね、はい、でその大一番で石川が敗れるという、はい、本当ね、もうどこでどうなるか分かんないですよね、本当にね。もう石川選手が取った時点でまだそのこの、ね、KOD 無差別級タイトル戦線にダニオンプレスの関本選手が絡んでくるんですよ。誰も想像してなかったですからね。いや想像はしていませんでしたし、はい、そのもちろん高木社長もそして DDT の、KOD 実行委員会も、はい、本当に当時の石川修司が、はい、まあ、ほぼ独断で決めてしまったタイトルマッチということで、はいはい、もう口に出してしまった以上は、はい、ファンの皆さんに期待してしまいますから引っ込めることができなかったという、まあ、石川選手ならば関本選手を破るだろうというね、そういう確信もあった上でのものだったと思うんですけども、はい、関本大輔も石川修司を完璧に倒しましたからね。そうですね、はい、そしてその後のチャレンジャー高木三四郎、そして正高梨を粉砕してきました、はいはい、そして自ら井口浩太を指名した。そうなんですよ、チャンピオンが指名して、はい、俺に挑戦させるってチャンピオンが言ったんですよね、はい、あの挑戦という言葉を使ったのはいろんな意図があると思うんですよね。そうですね、はい、まあ、だから先ほどのね、まあ、VTR では関本大輔、DDT、井口浩太、まあ、恐れるに足らずとは言ってますが、まあ、おそらく関本が井口を指名したということはこいつを倒さなければ、はい、名実ともに DDT の無差別級チャンピオンは名乗れないという、まあ、心のどっかにそういったものがあったんでしょうね。まあ、そうでしょうね。その前回の両国のメインを占めた男を倒せばね、はい、本当にもう何の文句も言われることなく両国のメインに立てるわけですからね、はい、
きです、この方もですね。もうこれはね、なんかポイントというよりかはね、はい、あの腕の力だけでねじ切ってしまおうという、そうですね、はい、まあ、当然後半にあの出てくるその飛び技をね防ぐために足を攻めてるわけですね、さあしかしながら井淵幸太は約2ヶ月の、まあ、休養で、はい、まあ、体を完璧に作り直してきて、はい、耐久力もかなりアップしたと聞いていますから、かっこいい体になりましたね。そうですよ、かっこいい体を完成させましたからね。そしてかっこいいのみならず戦える体ですよね、はい、しかしこれはミスチョイスです。マッスルモンスター関本大輔にショルダーブロックはよくありません。ライアット出してミドルキック、体ごと持っていくドラゴンスクリュー、こういうのはケンさん不用意にもらいたくないですね。そうですね、後々ねその響いてきますからね、はい、膝をねじられると井淵選手はちょっと、不安要素が出ますからね。あ、今井淵が逃げようとしましたが捕まえましたよ。あ、また、はい、強引に持っていくハーフボストンクラブです。あの関本選手この後にですね、はい、あの大日本プレスの横浜文化大会体育館大会に移動して、ダブルメインイベントでタッグマッチで天竜源一郎選手と対戦するわけですね。そうですね、まあまあ、それもあってその1日2試合ということでね、スタミナをどのように使うかっていうのも一つのポイントだったんですけども、はい、出し惜しみはしないですね、非常にうまい試合運びでスタミナの消耗最小限に空気を埋めつつ、その出し惜しみをしないという非常にいいバランスの取れた、形で今のところ試合を進めていると思います。そうですね、はい、まあ、関本の所属する団体大日本プロレス、はい、あそこも本当に名残しく群雄割拠でね、はい、本当に生き馬の目を抜くようなリング上じゃないですか、はい、で関本大輔もどうしてもそのインディーという国でね、はい、インディーの中ではすごいすごいなんて言われてきましたけども、はい、まあ、実はもうキャリアは結構長いですから ね、 ね、10年近くやってますからね、はい、まあ、その大日本プロレスデスマッチをね主流としている団体ですけども、その中で関本選手はストロング DJ、はい、あくまでもストロングスタイルでずっとやってきましたからね、それをようやく今日、ね、天竜源一郎にぶつけることができるわけです、ね、はい、そうなんですよ。普通だったらそっちに集中したいところですけども、その前にこうやって防衛戦をやらなきゃいけないところがチャンピオンの過酷なところですよね。まあ、過酷ながらもそれがチャンピオンの務めでありますし、はい、今の関本大輔はそれができます、成し得ることができます、はいはい、まあ、この体を見れば分かる上に我々も便宜上マッスルモンスターなどというニックネームを捨てていますが、はい、彼はクレバーですよ。クレバーですよね、体全体がクレバーですよね、はい、体がもうそういうクレバーの方に反応するわけですね。そうですね、はい、力だけの男ではないということは、まあ、大日本の熱心なファン以外でも、はい、いわゆるその DDT を見ているファンにも、はい、まあ、伝わるとは思いますが、まあ、その井淵幸太に負けた後に天竜源一郎の前に立つわけにいかないですからね、うん、はい、だからその大日本の15周年記念大会に、まあ、バッティングはしていませんが日にちがかぶさるということが、はい、それをとっても関本が現在 KOD のチャンピオンであることがいかにいわゆる異常事態かと、はい、緊急事態かということがありますよね、はい、浮き彫りになってきます。通常でしたら自分の担当の大日本 の、ね、その重要な試合に専念すればいいところを、はい、まあ、チャンピオンベルトを巻いたがゆえにこういう、ね、巻いたがゆえになんですよね、はい、スケジュールになってしまって、関本選手のスニーク前にこの件について聞いたんですけど、はいはい、まあ、口では大変だとは言いましたが、もうその顔を見れば全然もう大丈夫だと、自分は両方やれるという、ね、自信に満ち溢れてました。それが何かという感じでしたよね、はい、チャンピオンだから当然だろうと、当然だろうと、はいはい、さあ関本がサソリ固め、いや、ケンさん、チャンピオンがこういった戦いを見せるというのは、はい、チャレンジャー井淵にとってはどうなんでしょう、想定外でしょうかね。でしょうね、常に密着しても攻めになってますので、はい、井淵選手としてはやはり距離を取っていきたいところですよね。そうですね、はい、でも先ほどの強烈なドラゴンスクリューを見れば分かるように、はい、耐久力のあるこの関本の上半身に、はい、迂闊にミドルキックを出すのは危険ですね。危険ですね、本当にね、あの肉体に果たしてその井淵選手のミドルが効くかどうかっていうのがまず一つ、5発10発と打っていけば効くとは思うんですよ、はい、しかしその間に絶対掴まれます。そうです、5発10発出してしまったらドラゴンスピリの格闘の餌食ですよね、はい、さあエルボー一発の重さも違います。
ここがこのタイトルマッチ以前に懸念されていたパワーと当たりの違いです。まあ、イブシはパワーだけではない、まあ、もしくは自分には結構パワーがあると言っていますが、はい、これが現実ですね。リモード合戦でやはりね、その杉本選手どうしても具がありますよね。さあ、だいぶチャレンジャーイブシのちょっと呼吸がね、荒くなってきましたね。から前半のちょっと息は荒いですね。このミドル3連発はいいですね。グラリとさせましたがハンマースロー切り返してラリアットかわしてバックに回る関本がジャーマンスープレックスホールド1回転ウースワット、サッカーボールはかわすがブーンスタルト、まだ終わりがない、エンジン切りです。たまらず場外にエスケープしていくチャンピオン関本大輔。しかしイブシには見えています、チャンピオンがどこにいるのか。そのままバミューダトライアングル、さあやっとケンさんイブシらしいところが出てきました。そうですね、流れを変えましたね。あ、今そうですね、ちょっと表情が輝いてますね、はい、さあここからリングに上げた後にどういう攻めをね、続けていくかですね。そうですね、はい、まだあでもちょっとこれ 右膝ですね、右膝を気にしてますね、はい、関本選手の平行感覚が元に戻らないうちに攻め込みたいところですよね。やっぱり関本もそのパワーで、はい、いわゆるその秒殺を狙っていくタイプ、はい、実はイブシコートは秒殺ではないですけども、はい、勝負を決めるときは非常にコンパクトにまとめていきますよね。集中力と瞬発力で攻めるタイプですからね、はいはい、本当に一点にその正気に力を全力を集中させれば、はい、もう杉本選手のパワーに勝るとも劣らぬ攻めができると思います。そこにいかにして持っていくかですよね。それしかありませんね、はい。さあイブシが縦裏といってトップコーナーからため強いミサイルキックです。いや1秒半ぐらい宙に打ったんですよね、はい、なんかブワッという伸びがありました。はい、さあ受けながらこうやって関本選手は回復を図ってますよ、うん、重い関本ボディスラムエプロンサイドにスワンダイブのフットスタンプ、これは珍しいですね。その場飛びの先頭を見せていきます。今ちょっと当たりが浅かったですね、はい、ああイブシもちょっと悔しそうな表情を浮かべています。的確にヒットしなかったところ悔しいでしょうね、はい、だからフットスタンプからのあの先頭だったら、はい、ダブルで関本のストラックにダメージを与えることができた、はい、ちょっと計算が狂いました。そうですね、うん、この計算ミスがね、あとあとどう響くかですよね、はい、ちょっとチーズマ合わせたいですね、はい、足を出していく関本、おお、まさによいしょというクロスボディです。いやクロスボディでよいしょっていう掛け声出すのは関本選手くらいですよね、一人御柱祭りですね、はい、いや今日そういえばね、そのこのコラケンホールがある三崎町が三崎祭りで盛り上がってますよ。あ、そうですよ、はい、まさに一人筋肉祭り、はい、わっしょいわっしょいです。さあみこしを担いでいきますよ、アルゼンチンバックリーカー、これ井口選手がきついでしょう、あしかしスリーパースリーパー、もうこれはね、関本のアルゼンチンをね逃れる唯一の方法ですよね、これがね。あ、関本選手の両手が国王…あ、まずいまずい、バックドロップ、いや軽々と持っていきました。今の角度強烈、完全に脳天から落ちていきましたね、はい、受け身もクソもありませんね。イブシ選手の腕がね、そのスリーパー決めてるわけですから、はい、受け身を取るのは一瞬遅れるわけですよね、はい、まあ、そういう時ってどこまで締めてどこから受け身に行かないのかっていうのはもう分かんないですね、はい、体が反応するしかないです、はいはい、意識的にできるわけではないですからね、はい、じゃあ今度は関本が立体的な技を見せる、世界一足首率の多いフロッグスプラッシュカウタツー、いやこれはどんな回答ソフトでも回答できないですよ、これは足首しまくりですよね、はい、いやけどイブシ選手もよく返しましたね、返してもらわなければ困りますね、はい、さあ狙ってますね、狙ってますね、
自らロープに飛んでラリアット、ハイキックで迎撃。やっぱり関本のラリアットも自らダッシュしていきますから、はい、どうしてもそのモーションが大きいというのがね、はい、弱点といえば弱点。そうですね、まあ、そこをイギリス選手に見られましたよね、はい、今イギリス選手にとって一番重要なことは関本選手の動きをよく見ることだと思います。あ、でもこの左右のエルボーを出してくると強い、はい、サバット、イギリスがラリアットかわされてローリングチャードのスープレックスを、よしよしよし、2カウント、返した返した。ならば先ほどはラリアット一回転、いやー腕鉄砲水、ツーカウントです。いやー私は今一瞬ね、あのラリアットを食らった瞬間、ジャーマンを食らった瞬間、はい、4.4 新宿のディーノの表情をね思い出してしまいましたよ。やっぱディーノがね涙ながらに土下座までして、はい、イブシに託したこの KOD のタイトルマッチですからね、はい、もう一回転ガットショットで張り手、いや想定か、あ、イブシの表情が変わりました。うお、あ、関本がガードしてる、あの関本がガードしてますよ。想定ですね。あー、イブシ選手火がつきました。すいません、いやこうなるとちょっとイブシ選手止められないですよね、あータイトルマッチ反則決着だけはちょっとやめてほしいですね。はい、これセコンドも声を上げてね、はい、イブシに冷静さを取り戻させなければいけません。あ、ちょっと待ってください、イブシ選手が、うわあ、エルボーエルボーエルボー、うわー、カウンターのハイキックからドラゴンスープレックスホールド、そのままグリップしてカウント2。僕は関本選手の首が飛んでいったかと思いましたよ。ですよね、もうセコンドが全員でイブシを見守る花道には高木宗一郎と原島がいますね。そうですね、ラリアット、プロレスごっこのラリアット、そして捕まえて俺でもできるシットダウンパワーボム、さあこれでうわー、ツーカウント、まだ決まりません。いや、ここがイブシ君の狂気ですね。狂気ですよね。奥深く、普段は奥深く眠っている彼の感情が今完全に覚醒されています。トップコーナーイブシがフェニックススプラッシュ、着地できなかった、珍しいですね、かわされた場合でも着地できるイブシ選手が着地できなかったですね。それほどダメージがあるってことじゃないですかね。それかもしくはもう着地を捨てて全てダメージのためだけに、破壊力のためだけに飛んでいったのか、ダブルダウン、ツーコント、いやほぼ DDT の選手が見つめている中、イブシが先に立ち上がります。画面切り、エルボー、いやー関本大輔がちょっと、イブシが今笑ってましたよ。笑いましたね、そっくりとする笑いでしたね、はい、両国国技館で原島をほぼ戦闘不能に追い込んだあの小手を打った時の顔ですね、はい、選手の顔を見ても引かない関本大輔がどんな男なんですか、はい、あら、さあそして関本か、関本の額が割れている、ワンで返した、まあ心臓に悪いですねこの試合は。あ、割れましたね、ヘッドマットの打ち合いでその衝撃によって額が割れました。シルエの王者、あ、ちょっと脳震盪を
してるでしょうか。走る関本、カウンターのハイキックから改めてジャーマンスープレックスホールド、カウントが進む、ツーカウント。今ね、あの関本選手平行感覚 その距離感もつかめてないはずなんですけどね、それでも肩を上げますね。やっぱりこの人並み外れた体力ですね、はい、筋肉と体力が彼を助けていますよ。あとは首を鍛えてることですね。そうですね、首鍛えてなかったら1もう終わってます。マッスルファクトリーで鍛えたこの筋肉は嘘をつかないですね。彼を守っています。持ち上げたミリタリープレスか、タンバックに見せてジャーマンスープレックスホールド返せるか、ツーカウント、ニアホール。イブシがうなずいています。まだ終わりません。イブシにも何かある、関本にも何かある、ラリアット。さあこれで決まるのか、ツーカウント。恐ろしいほどのタフネスです、イブシコーター。ぶっこるきジャーマン、押し切られたイブシコーター。